3次元コンピュータグラフィックスは、コンピュータの演算によって3次元空間内の仮想的な立体物を2次元である平面上の情報に変換することで、奥行き感のある画像を作る手法である。3DCG と略記されることも多い。20世紀末からのコンピュータ技術の急速な発達と性能向上によって、従来は大企業や大きな研究所でしか得られなかった高精細で高品質の3次元画像が21世紀初頭、現在ではパーソナルコンピュータやゲーム機、スマートフォンでも実地間で得られるようになっている。毎年夏にアメリカ合衆国で開催される CG の祭典 CG グラフにて世界中の多くの研究者により最新の CG の論文が発表され技術更新がなされている。3DCG はユーザーが仮想的な視点や対象物の変更を操作して直ちに更新された画像を得るカナダドルのようなシミュレーションやコンピュータゲームのように実時間処理の動画像とCG 映画のように制作者側があらかじめ時間をかけて動画像を制作しておくもの、そして静止画の3種類に大別できる。十分に高い技術を用いれば、無生物では実写と見分けがつかないほど遜色のない画像が得られるが、人物画では CG 特有の無機質なものとなることが多く、ロボットでの不気味の谷現象と同じく一般に人の表情を描くのは不得手である。ユーザーの操作や時間経過など何らかのパラメータ観測及び情報入力に対応して即座に映像を動的生成する処理を指す。代表的な実時間処理による動画生成の用途はコンピュータゲームである。PC や据え置き型のゲーム機、携帯ゲーム機や携帯電話でのゲームにまで 3DCG を用いた動画像が利用されている。工業用途では製品の設計段階でカナダドル CAM によって部品同士の接続や製品の完成図を描いたり建築でのパースを描画したりする目的で利用されている。また現実世界での運動や周囲状況をコンピュータシミュレーションで再現することで効果的な訓練が行えるドライブシミュレータやフライトシミュレータなども実時間処理での 3DCG 技術の利用例である。X線 CT や MRI のように多数の断層画像から3次元データを再構築した後、任意断面の観察をする際にもリアルタイム 3DCG の技術が使用される。動画生成における未時間処理は、そうでないものに比べて画像の精度よりも実時間内にいかがにそれらしい画像を生み出すかが求められるため、簡易的な局所証明モデルを採用したり、ローポリゴンモデルにテクスチャマップで質感を表現したりするなど、できる限り事象を禁じ、または演算処理を簡略化したり、事前計算したりして、時間的、空間的コストを低減する工夫がなされている。PC 用の 3DCG 動画を並列計算により高速生成するための専用 IC として GPU が登場している。プログラマブルシェーダーの登場以後、リアルタイムでレートレーシングや帯域証明を実行する技術やハードウェアも開発されているが、未だ発展途上の領域である。ゲーム内でユーザーの操作や対話を必要としないムービーシーンの再生には、事前にプロダクション 3DCG による映画の制作が代表的な未時間処理ではない動画生成用途である。多くの映画では、写実的な画像を制作する目的や、反対に漫画的なアニメーションのように、非現実的な画像を制作する目的で利用され、実写との合成映像も含めれば、大半の商業用映画に何らかの形で 3DCG の技術が用いられている。VFX を多用する SF 映画やアニメ映画などでは、長時間の 3DCG 画像が必要とされることがあり、そのような場合には、3DCG 演算専用の多数のコンピュータから構成されるレンダリングファームと呼ばれるサーバー施設で数ヶ月単位で動画像の生成が行われる。広告宣伝用途での 3DCG 動画像も広告制作会社内やメーカー自身の内部で映画と同じような環境で制作されている。広告や芸術、そしてあらゆる種類のイラストレーション用途に 3DCG を用いた静止画が制作されている。3次元 CG の基本原理は3点座標を持つ対象物を2次元座標の仮想スクリーン上に透視投影することである。まず、図1のような3次元座標をディスプレイ内に考える。原点に視点があるとして、座標内の3点の座標を持つ点 A はどのように見えるだろうか。次のように原点と点 A の間にスクリーンを置いた場合、スクリーン平面上に映し出される点 A の投影座標は H=X、V=Y で求められる。Z が大きくなれば、スクリーン上の点 A は限りなく原点に近づく。つまり遠くのものは小さく見えるわけである。スクリーンを置く座標 S は大きくなれば、パースが緩く、小さくなれば、パースがきつくなるので、レンズの画角を表現することができる。これが、透視投影の原理であり、3点座標を持つ点を、それぞれ結べば、ワイヤーフレーム画像が、結んだ点から面を作れば、ポリゴンによる表現が可能となる。3DCG の制作は次のような工程に分けることができる。モデリングシーンレイアウト設定レンダリング編集、レタッチモデリングとは、仮想3次元空間上に個々の物体の形状を作る作業のことである。多くの 3DCG ソフトウェアでは、一つの面を三角形や四角形といった多角形の集合として表現する。三角形しか扱えないソフトウェアも多い。これらの多角形はポリゴンと呼ぶ。各形状は、ポリゴンの集合で表現される。モデリングで作られた形状をモデルやオブジェクトと呼ぶ。他に面を定義する方法としては自由局面がある。自由局面はナーブス曲線、スプライン曲線、ベジ曲線などで局面を構成する方法で、ポリゴンのみでモデリングされた形状に比べ滑らかで正確な形状が得られる。ポリゴンのみでモデリングすることをポリゴンモデリングと呼んで、自由局面を利用したモデリングと区別することがある。形状ができたら、オブジェクトに材質を設定する。材質を設定しなければ、オブジェクトは、ただ一様に光を反射するだけの均質な物体になる。多くの 3DCG ソフトウェアでは、色、透明度、反射、屈折率、自己発光、バンプ、ディスプレイスメントなどの設定項目がある。モデリングで制作したオブジェクトを仮想3次元空間上に配置する。現実世界と同様、光源も配置しなければ何も表示されない。また、仮想的なカメラを配置することで視点を設定する。これらを配置、設定した仮想的な舞台をシーンと呼ぶ。3D レンダリングの例レンダリングは、これまでに設定したシーンから仮想的なカメラに映されるはずの画像を生成する工程である。オブジェクトの形状や位置、光の当たり具合などをコンピュータが計算し、最終的な画像が生成される。レンダリングのアルゴリズムには、それぞれ処理速度や品質の違う多くの種類があり、用途に合わせて使い分ける。各種の設定を済ませレンダリングを開始した後は、レンダリングが終了するまで制作者がすることは特にない。一般に、レンダリングには、多くの時間を要する。シーン内に多くの形状があったり、高度なレンダリングアルゴリズムを利用している場合、数時間から数日かかる場合もある。ゲームなどリアルタイムにレンダリングしなければならないときは、単純で高速なレンダリングアルゴリズムを適用したり、シーンの総ポリゴン数を少なくするなど、大きな制限が加えられる。映画など大規模な制作現場では、同時に複数のコンピュータに、レンダリング処理をさせて、計算時間を短縮することがある。レンダリング手法によっては空気による遠近法、光の照り返しなども計算される。そういった複雑な計算をするレンダリング処理は専用回路で行われることも多い。高い対話性と双方向性が得られるので、ゲームに用いられる場合はこの形態を取る。レタッチとは手直しする作業のことである。レンダリングで得られた画像が完全に制作者の意図したものになるとは限らない。フォートショップやアドビアフターエフェクスなどのフォトレタッチツールなどでコントラストや色味を手直しすることもある。テクスチャマッピング詳細は、テクスチャマッピングを参照3元 CG のモデルに画像を貼り付けることをテクスチャマッピング、その貼り付けられる画像をテクスチャという。テクスチャを貼ることにより、モデリングやシェーダーのみでは表現の困難なモデル表面の細かな色彩情報や質感などを設定することができる。テクスチャの貼り付け方としては、単純にカメラ方向からモデルにテクスチャを投影するだけの方法や UV 座標によって切り出されたテクスチャの二次元画像領域をモデル表面に分割投影する方法などがある。反射の強度を設定する反射マッピング、小さな凹凸を擬似的に表現するバンプマッピング、放線マッピング、透明度を設定する透明度マッピングなどがある。形状の表面に画像の情報を加えることによって表面の模様や質感が表現されてより現実的な画像になる。ディスプレイスメントマッピングのように画像情報をもとに実際の凹凸形状を動的に生成する手法もある。特にコンピュータゲームにおいてはリアルタイムで 3DCG キャラクターを描画する必要から極力少ないポリゴンで作成されたモデルにディテールや陰影などを書き込んだテクスチャを貼り付ける手法が行われている。バンプマッピング詳細は、バンプマッピングを参照モデルの表面の放線の方向を変化させることによって、擬似的に凹凸を表現する技術。グレースケール画像で元形状に対する工程を定義する。少ないポリゴンで細かな陰影をリアルに表現できる利点があるが、実際に表面に立体的な凹凸があるわけではないので、ズーム時や面を横から見た場合などに違和感のある画像となる。近年は、放線の方向を直接定義する放線マッピングも用いられるが、放線マップを手作業で作成するのは困難であるため、通常は高精細モデルのディティールを放線マップに変換して、単純化モデルに適用する手法が取られている。3D モデルの頂点を実際に表面に対して上下に移動させて凹凸を表現する技術。バンプマッピングに比べて実際に立体的な凹凸となるため違和感のない画像が得られるが、表現する凹凸に応じてポリゴン数が増大する欠点がある。リアルタイム 3DCG の分野ではダイレクト 3D10 及びオパングル 3.2 でジオメトリシェーダーが標準化された後、ダイレクト 3D11、オパングル4にて、テッセレーションが標準化され、GPU によるディスプレイスメントマッピングが可能となった。バンプマッピングによる凹凸の表現はあくまで擬似的に陰影を表現し、またディスプレイスメントマッピングによる凹凸は、3D モデルそのものの頂点を移動させて、凹凸を表現するだけであるのに対して、3D モデルに立体的な濃度関数を掛け合わせることにより、小さな凹凸はもとより、深い溝や貫通した穴のような大きな構造も表現することができる技術。ビルボーディングやメタボールによりレンダリングされたパーティクル。詳細はパーティクルシステムを参照ポリゴンはあくまで多角形の面なので、モデルにはっきりとした表面がなかったり、モデルの数が膨大であったり、動きが不規則な煙や炎などを表現するのには不向きである。また、毛髪や草木など、ポリゴンで表現しようとするとその量から大変な人的労力やリソースが必要になるものがある。パーティクルはこれらの問題を解決するための技術である。パーティクルはこれらを微小な粒子の集合として表現し、確率モデルでその動き、形状を処理する。高度なモデリング。またはレンダリングソフトウェアで扱うことができる。これをレンダリングする際には、ビルボーディングやメタボールなどの技術が使用される。詳細は、サブディビジョンサーフェスを参照サブディビジョンサーフェスとは、大まかにモデリングされたポリゴンメッシュをメモリ上で細分化して、滑らかで継ぎ目のない形状にする技術。少ないポリゴン数で形状を滑らかに表現できるため、編集や変形も、容易になる。ただし、工業用カナダドルなど形状に高い精度が要求されるときには利用できない。詳細は、ブーリアン演算を参照複数のオブジェクト同士を集合演算する技術。他の形状と結合する一方の形状から他方の形状を削り取る、重なっている部分のみを形状として抜き出すことなどができる。メタボール詳細は、メタボールを参照複数の参事元座標上の点を中心として、濃度分布を設定し、濃度の敷値を形状の表面とする技術。球状の形状が引き付け合うように見える融合と、反発し合うように見える反転融合がある。正確な形状を作ることは難しいが、有機的な形状を少ない制御点で作るのに向いている。3DCG 特有の概念ではなく、2D の画像表現にも使われることもある。当初はその呼び名の通り球体を基本としていたが、その後改良が進められ、球体以外の形状も利用できるようになり、有機的な形状をモデリングする技術として活用されている。モデリングの他に、流れる液体の表現等にも使われる。レンダリングに必要な計算量は、多くともメモリの使用量が少ないのが利点だったが、現在ではそれらのリソースが充実している上、流体力学の計算法も進歩しているため、映像制作の現場では、見た目のチープなメタボールはほぼ使われることのない技術になっている。インバースキネマティクスは3次元コンピュータグラフィックスの専門用語ではない。もともと力学の一分野であり、ロボティクス等の方が本家である。人間など多くの関節を持つ動物において、関節の末端部分の位置は常にその親となる部分の位置と角度に依存している。そのため、通常では関節の末端部分の位置を求める場合において、モデルの中心から末端にかけて順番に関節の角度計算をするという向きが準方向である。しかし、その方向で計算したのでは、例えば机の上を手のひらで撫でるような動きを実現するのは面倒なものとなる。なぜなら、関節の末端部分の位置の変化を求めるためには、複雑な計算を、モデルの中心からすべて順方向に、再計算し直さなければならないため非常に、非効率的だからである。この解決のため、末端部分の位置を先に決めてその関節の、末端位置を実現するための親となる関節の角度を、一種の逆問題を解くようにして求めることが考えられる。以上の説明からもわかるように、物理的な運動学に関して一般に考えることができる逆問題的な考え方の一つである。小膝から足のような形状を想定してみると、足の裏が自転車のペダルにくっついたままペダルが回転運動をするアニメーションを作る場合に、ペダルの回転運動に合うようにそして膝や足の角度の変更を行っていくのではなく、足部分の移動に追随する形で、逆に足から膝から股の順に各関節の動きを順次割り出して決定する方が、見た目も自然なアニメーションが作成できる。左上から順に点光源、スポットライト、平行光源、環境光、天空光、IBL。参事元空間上に光源を設定することをライティングと呼ぶ。光源によってモデルは可視物となる。光源には次のような種類がある。詳細はテッセレーション及びポリゴンメッシュを参照 3DCG ソフトウェアによっては、玉や円柱などの単純なオブジェクトをポリゴンではなく中心点や半径、高さといった数値で扱う場合がある。これらの細部を編集したりレンダリングする場合は、ポリゴンメッシュに変換する必要がある。これをテッサレーションと呼ぶ。ただし、オブジェクトが本来持っていた形状情報である球体、円錐などのような抽象的な表現は失われてしまう。現在の 3DCG において、速度面などの理由により単純化された照明モデル、反射モデルを利用する場合、多くはポンの反射モデルを採用している。ポン反射モデルは経験則であり、ローカルイルミネーションの代表例である。より写実的なシーンを描画するためには、後述するラジオシティなどのグローバルイルミネーションをサポートする、光学的、物理学的に正しい照明モデル、反射モデルが使われるが、現実世界をシミュレートするには、非常に複雑かつ膨大な計算を伴うため、レンダリングに時間がかかるようになる。レンダリング方程式は、エネルギー保存則をもとに、光の電波を記述するものであり、物理ベースのレンダリングの基本となる理論である。反射モデルは物体の性質にも左右される。コンピュータグラフィックスにおいて物体の性質は材質として定義、抽象化されるが、プラスチックや金属、皮膚や毛髪の質感をコンピュータグラフィックスで正確に再現するためには、それぞれの材質に応じた適切な反射モデルを使う必要がある。物体の色は光の RGB 各成分の反射、吸収係数の違いによって生まれ、また鏡面ハイライトの色や形状は面の粗さや光源の特性にも左右される。金属光沢や回折模様を再現する場合は、物質の物理的、化学的特性や表面清浄を考慮する必要がある。また光の屈折現象をコンピュータグラフィックスで再現する場合、物質の特性として屈折率が重要な要素となる。多くの 3DCG ソフトウェアでは屈折率を略してRと表記する。シェーディングとは物体の陰影を計算することである。講義では反射モデルによる反射光の強度計算を含むが、競技では後述の陰影補完技法を指す。陰影補完、編集ポリゴンモデルから二次元画像を生成する。過程での陰影の補完法には次のような種類がある。ポリゴンの放線ベクトルと光源との角度から各ポリゴンの色を算出する。一つのポリゴンは一式に塗りつぶされる。単純なアルゴリズムなので計算速度が高速であるが、ポリゴンの継ぎ目ごとに不連続的に色が変化するため、滑らかには見えない。コンスタントシェーディングとも呼ぶ。オブジェクトの各頂点の放線ベクトルを求め、頂点間は一時補完して、ピクセルの色を算出する。ピクセル間の継ぎ目は目立たなくなる。考案者の名前グーローに由来する。オブジェクトの各頂点の放線の一時補完から、各ピクセルにおける放線を求めて、それをもとに最終的なピクセルの輝度を算出する。グーローシェーディングにおける光沢の不自然さを改善する。考案者の名前ボンに由来する。詳細は画家のアルゴリズム及び Z オーダーを参照因面消去方法の一つ。ポリゴンの座標を基準に画面の奥からすべてのポリゴンを順番に描画する。後述の Z バッファ法のような特殊な処理をせず、基本的に多角形を描画すれば良いだけなので、実装が簡単であり、消費メモリが少なく非常に処理が高速にできる利点がある。Z バッファ法が普及するまでは古くは 3DCG 全般で利用され、また最近まで家庭用ゲーム機におけるリアルタイム 3DCG では一般的に利用されていた。しかし、ポリゴン数が増えた場合は、ポリゴンをソートするコストがかかる、またフィルレートが膨大になるため、Z バッファ法と比較して速度的なメリットがなくなる。ポリゴンが交差した場合に正しく表示することができないという欠点があるが、この解決策として、ポリゴンが互いに交差しないように静的、あるいは動的に細分化する方法が取られることがある。Z バッファ法と異なり、半透明ポリゴンの描画に関しては、ポリゴンが交差する場合を除いて、概ね正しく扱うことができる。詳細は Z バッファを参照因面消去方法の一つ。多数のポリゴンが重なった場合、奥のポリゴンが手前に描かれてしまうような不都合が生じることがある。これを防ぐために、各ポリゴンを描画する際、各画素について視点からの距離をすべて記録し、現在記録されている深度よりも近い画素だけを描画する。Z ソート法と異なり、通常は視点に最も近いポリゴンからレンダリングする。Z バッファとは、深度を記憶するメモリ領域のことであり、Z バッファ法はアルゴリズムが簡単なためハードウェアがしやすい利点があるが、Z バッファ用のメモリの分だけ、Z ソート法よりもメモリは多く消費する。単純にピクセル単位で奥行きを判定して、ポリゴンのピクセルを塗るか塗らないかを判定しているだけなので、半透明なポリゴンは Z バッファ法だけでは正しく処理できない。また、互いに接近した平行、あるいは低い角度で交差するポリゴンにおいて、Z バッファに記録される深度の精度によっては、因面消去が正しく行われない Zファイティングと呼ばれる現象が起きる。ゲームやカナダドルソフトウェアのプレビュー表示など、リアルタイムでの描画によく利用される。スキャンラインとは、スクリーンを横1行ごとに分割して、その1行ごとに振動を計算してレンダリングする手法のことである。透過を表現したり、シェーディングと併用することで、陰影も表現できる。スキャンラインとは操作線を意味する。比較的高速だが、得られる画像の品質は、基本的にレートレーシングよりも劣る。レートレーシングによるサンプル画像。レートレーシングは、視点から光源までの光を追跡することで、レンダリングする手法。視点から描画する各画素の方向へ直線を伸ばし、物体と交錯する可否を数学的に判定する。照度は光源との方向ベクトルで計算する。反射と屈折は反射率及び屈折率をもとに再帰的に探索を繰り返す。物体との交錯がなくなれば計算は終了する。スキャンラインでは得られない反射や屈折などの表現が可能になる。フォトリアリスティックな画像が得られる。反面、大変なレンダリング時間がかかる。そのため屈折の計算処理については、簡略化あるいは制限を設けるのが一般的である。リアルタイム 3DCG の分野では GPU の発展とともにレートレーシングのリアルタイム化が試みられており、Adobe After Effects CC では NVIDIA aptX が採用された。ラジオシティによるサンプル画像。床や壁に当たった光が拡散し、柔らかな陰影を表現している。ラジオシティは各ポリゴンに光のエネルギー量を持たせて、形状の相互反射を計算することで、間接光などを表現する技術。帯域照明の代表例である。計算に膨大な時間が必要になるが、完全拡散面で構成されるシーンでは、一旦物体相互間の光の反射を計算し終えれば、物体や光源が移動しない限り、その計算結果を保存して、別のアングルからのレンダリングへ再利用することができる。照明工学の分野で発達した技術を 3DCG のレンダリングに応用した。フォトンマッピングは光をモデル化したフォトンを光源からばらまいてフォトンマップを作成し、次に作成されたフォトンマップに対し光線追跡法を適用することでレンダリングする手法。計算量を抑えつつ物体や媒質の質感や透明感を表現できる。ラジオシティと同様、計算結果の再利用が可能。パストレーシングによるサンプル画像。通常のレートレーシングと同様にカメラから視線を飛ばし、オブジェクトと交わった点を視点として、さらに大量に二次視線を飛ばす。ここで得られた色や明るさを平均して、その点の色とする。この手法をパストレーシングという。物体表面での光の乱反射を再現できるが、明暗差が大きいシーンではノイズが出やすい。ボクセルにより構成された煙と、その断面。2次元の画像の最小単位をピクセルと呼ぶのに対し、3次元座標上に取り入れた最小単位をボクセルと呼ぶ。多くの 3DCG ソフトウェアで採用されているのが、物体の表面のみを処理するサーフェスモデルであるのに対して、ボクセルは中身を持ったボリュームモデルである。液体や雲、煙といった流体計算で主に活用されている。現在では炎、爆発、溶岩、髪の毛といった表現までも可能にしている。ボクセルモデルでは正確な形状を作るにはボクセルの密度を上げなければならず、またメモリを大量に必要とする。レンダリングに必要なオブジェクトを選別し、レンダリングを効率的に処理するために利用されることもある。これをボクセル分割と呼ぶ。オープンソースプロジェクトではオサイリックスなど有名である。衣服をはじめ布に関する多くの表現を可能にするための技術。衣服を着たキャラクターの動きや風の影響による布の形状変化のシミュレーションを行い、デザイナーが手付けで布のアニメーションをつける負担を軽減させる。最終的には人間の皮膚をはじめあらゆる事象をシミュレーション可能にすることが目指されている。クロスの基本的な考え方としては、質量を持ったメッシュノードを疑似的なバネでリンクさせ、伸縮制限を持たせることによって、布の伸縮、弾性を再現させる。この質感再現のために、技術者によって様々な計算方法が提案されている。クロスシミュレーションが大々的に使用された最初の映画を挙げると、ネズミがキャラクターに衣服を着せる制作手法としては、疑似的な型紙を作り、結合し、キャラクターに被せるといったマヤに実装されているクラシッククロスと呼ばれる手法と、サイフレックスのように、普通のモデリングと同様な衣服のモデリングをし、クロスに変換するという2種類の方法に大別される。現在は、マヤもサイフレックスと同様の方法ノンクラスという機能が搭載されている。サイフレックスは、スクウェアによる映画ファイナルファンタジーのプロジェクトで、ジェラール・バネルが開発したクロスシミュレーションをさらに発展させたもの。非常に高速で安定しており、マヤのように布同士が反発して暴れるようなおかしなシミュレーション結果を出すことは少ない。リアルタイムの 3DCG は科学的なシミュレーションの可視化やシミュレーター及び 3D カナダドルオペレーションといったインタラクティブ用途に使われる。コンピュータゲームでも 3DCG が一般的になっている。3DCG 専用の API は主に PC ゲームで描画処理を高速化するためにグラフィックスハードウェアを利用するとき、プログラマが抽象化レイヤーを通してグラフィックスハードウェアにアクセスする方法を提供し、プログラマの負担を軽減する。次のような API はインターフェースの汎用化が必要となるパーソナルコンピュータやスマートフォンなどのモバイル機器において特によく使われる。オパングル、オープン規格の API。様々な OS でサポートされており、移植性に優れている。3DCG 作成ツールやカナダドルのようなアプリケーションをはじめ、ゲームなどにも幅広く利用される。モバイル及び組み込み環境向けのサブセットとして、Opangle ES、また Web ブラウザ向けのサブセットとして、WebGL が存在する。Direct 3D マイクロソフト製 OS 用のマルチメディア API である DarkTex のコンポーネントの一つ。ベンダーによるコンシューマー向け GPU 製品のハードウェア最適化が進んでいることから、特に 3D ゲーム開発に適している。ハードウェアベンダー各社が、各々のグラフィックスハードウェア上でこれらの汎用化 API をサポートすることで、同一のプログラムを異なるハードウェア上で動作させることができる。なおゲーム専用機の場合は、必ずしも汎用化、抽象化が必要ではないため、各機器ごとに最適化された独自のローレベル API が用意されることがほとんどである。Opangle 1.5、Direct 3D 8.0 以降はそれぞれプログラマブルシェーダーをサポートし、プログラマがシェーディング言語によりシェーディング処理をカスタマイズできるようになった。ハードウェア性能の向上に加え、プログラマブルシェーダーによって、リアルタイム 3DCG の品質は飛躍的に向上した。その他、AMD によるマントルの登場以降は、Apple によるメタル、マイクロソフトによるダイレクト 3D12、そしてクロノスグループによるベルコンなど、ゲーム専用機向け API のように、ハードウェア抽象化の度合いを下げて、ローレベルなハードウェア制御を可能とする。描画効率重視の API が出現している。レンダーモンピクサーによって開発されたプロダクションレンダリング用のソフトウェアインターフェース。レンダーモンシェーディングランゲージによるカスタマイズが可能。世界で最も 3DCG の研究、実用化が進んだ国はアメリカである。Acmにおけるシーゲグラフの主催など研究での盛んさに加え、ハリウッドの映画産業がバックボーンにあり、計算機科学の先駆研究者たちを擁するピクサーなどの制作会社によって 3DCG アニメが大量に制作され、実写作品にも盛んに 3DCG 技術が用いられている。アメリカでの特に重要な研究業績には、アイヴァン・サザランドによるヘッドマウントディスプレイ、エドウィン・キャットマルによるテクスチャマッピングや Z バッファ、サブディビジョンサーフェス、ジム・ブリンによる環境マッピングやブリンポンの反射モデルやバンプマッピング、ジェームズ・クラークによるジオメトリエンジン、ターナー・ウィッテッドによる再帰的、レートレーシング、ジム・カジアによるレンダリング方程式やパストレーシングなどがある。1995年には初のフル 3DCG の長編映画、トイ・ストーリーが制作された。フランスのピエール・ベジェは、ベジェ局面を考案し、アンディ・グーローは、グーローシェーディングを考案した。ベトナムのブイ・ツォンホンは、ポンの反射モデルや、フォンシェーディングを考案した。カナダでは、初のフル 3DCG のテレビ向け30分枠、アニメシリーズとして、リブートが制作された。フランスでは同じくフル 3DCG のテレビアニメシリーズ、インセクターズが公開された。デンマークのヘンリク・ヤンセンは、フォトンマッピングを考案した。日本の大阪大学、大村光一らは、メタボールを実用化し、福山大学にしたともこれらは、マイケル・カイ・コーエンらと、ほぼ同時にラジオシティを考案した。コンピュータゲームにおいては、アメリカではパソコンが主流のため技術革新に対応しやすく、その点では、世界のビデオゲーム産業の名手たる日本を追い越す。結果となった。日本のアニメでは、劇場版、ゴルゴ13や、テレビアニメ、小鹿物語での部分的 3DCG 導入が、世界的にも早かった。ゴルゴ13の CG パートは、東洋リンクスと大阪大学、大村光一らチームの開発による 3DCG システムで制作されるなど、当時は国産システムの開発が行われていたが、こうした動向は、次第に廃れている。国内でのフル 3DCG 作品では、写実調では、テレビ用映画、ビジター、アニメー調では、劇場版、アップルシードが、長編作品の端緒に挙げられる。テレビ向けのフル 3DCG 作品は、数分程度の短尺作品が多いが、30分枠、テレビシリーズも、SD ガンダムフォースの頃から少数ずつ、制作されている。日本では、漫画文化を背景として、線画表現への親しみが深く、1990年代後半頃から、アニメーターによる手書きアニメに 3DCG をなじませた表現が普及している。3DCG は、背景動画やロボット、群衆シーンなどの作画労力のかかる部分で多く使われるほか、近年は、トゥーンレンダリングの表現力向上により、キャラクター描写を部分的に、3DCG で行う作品も現れている。ありがとうございます。